せーの、資料の屋敷。いやー、先生の圭介だよ。2周目ということで、トゥールエンドを目指すために、やり直しておりる途中でございます。トゥールエンドに向かう条件に心当たりがあるとしたらね、前川くんから逃げているときに、この1回目にここ入るときがあると思うんですけど、ここ棚の中入って巻くときがあるんですけど、よく考えたらね、このイベントの後にね、俺1周目左の浴室の方入って、宮崎さんが鏡確認したら、その鏡が割れてダメージを受けるところあるよね。で、1周目のバッドエンドの時ってさ、宮崎さんが、体痛み始めてから宮崎さんが豹変したところあるから、もしかしたら、それってさ、別に行く必要なかったんじゃねー的な説があるんよね、俺の中で。よくよく考えたらさ、浴室に行く必要なかったような気がするんよな。だからそれをさ、そのイベントを起こさずにさ、最後まで行ったらトゥル行けるんじゃないかって、宮崎さんがダメージ受けてないから行けるんじゃないかって思っておりまして、それでちょっとやってみようかなと思います。そうそう、この中よ、この中に入ってさ、鏡調べたら宮崎さんがうわーってなるよね。うわー大丈夫か宮崎さん。ちなみにね、前回まではバージョン 2.5 でやっておりまして、今回はバージョン 2.65 の方をやっておりますが、いまだにシフトキーを押した時のこのムーンウォークは改善されてませんこれあとなんか続編作りよるらしいんですけどね、なんか後々なんか役に立つ時あるんですかな、このムーンウォーク仕様、ムーンウォーク仕様あえて修正してないのか、修正気づいてないのか、作者さんに言ったら、え、そうなんですかみたいな感じで言われるんだろうか、わからんけど。ああ、そうかそう、停電しようってもんな。確か来よったな、俺階段登ろうとしたら。はい、来た。はい、来たんで、ここ入って。これよーく聞いてみたらさ、心臓のドックンドックンって音聞こえるんですね。気づかんかったけど。この犬もあったわ。この犬は確かイベントやけん、もう強制的やし、バールで殴れば2発で倒せるって別にいいやけどって感じだったよね。2発じゃなかったわ。けどバールがあればとりあえず倒せるから。消えた。このセンジュティとヘルスの数値も関わってくるんかなと思いながらさ、イベントでどんどんゴリゴリ削れようけど、どうなんだろう。削れるイベントをなるべく避けることできるかな。わからんもしかしたらそっちの線もあるんやけどな、トゥルーの条件が。だとしたらだとしたらちょっとまたやり直す必要が出てくるというねバリバリイベント起こしながら言おうよけどさ、減るイベントをできるだけ減らさずにいけるんだろうか、その辺がちょっといまいちわからない。来たー。あ、そっちだ。あれ、そっちだったっけ。あ、あれ、あれ、もうこのヘルスじゃ一回も耐えれんのに。知らんかった。今の何だったん？やり直した時から始まった時の今の宮崎さんの真ん中から動いてきたの何だったん？よっしゃ、まあいいや。
そうか、右側から来たんだったっけ。右側から来て早くお札をみたいな感じだったんか。わざとは。あと4の分。うおー、そうか、倒れた倒れたわ。そうじゃん。でこう襲ってくるんやけど、なんか手なずけたわけでもないのに、カラスが助けてくれて、その間にバルでドーンしたんだ。そうだったわ、思い出した。私思い出した、忘れっぽいんだけど思い出したわ。そしてアイテム欄のレディコンは見ているの状態。はあ、けどさ、これだけだったかな。確かに宮崎さんはダメージを負ってなかったけど、負わずに済んだけど、これで変わるもんなのか。いうやっぱお前でかいんじゃん。音量バランスとか大丈夫かこれ。そして獅子よ、これでいけるかな。わからんけど、何を見たのだろうか。資料の屋敷のさ、資料の要素何もわからんかったからな。なぜこの資料が現れて、どんなことがあってここに資料という存在としてあり続けるのかとか、また資料という概念にいること全く知らさせずに終わっとるからな。今作続編がなかったらどうしようもない感じ。あれ、こんな心臓の高鳴りのグラフィックあったっけ。あれ、何この曲。こんな曲なかった、こんな曲じゃなかった。めっちゃロックな曲が流れ始めたや。何やねん、何この X ジャパンみたいな、何やこの X ジャパンみたいなやつはお前。確かにこんな曲も流れそうやな、 B 級映画のホロエンディングってさ、こういう曲が流れた時、流れる時であるよな。ヘビメタ、まさかのヘビメタですよこれ。これあれやな、確かゲームのファイルのところにさ、ちょっと止めるんですけど、ファイルのところにあったと思うよな。これトゥルーエンディング歌詞ってあったんよな、これ。ってことはこれちゃんとクルフトゥルーエンディング入れたん。キリングワズジャスティスとか言われるなってことはなんかな。アイアムミッチェルだ。アイアムミッチェルだ今や。聞いたぞ俺。アイアムミッチェル言った。自己主張激しいなミッチャン。ミッチャンフラッキングプロジェクトの時からそうかなと思ってたけどさ、まさかエンディングにもアイアムミッチャンって、私はミッチャンですね。なんかスペシャルサンクスの人数増えとんじゃんこれ。実況した人がどん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 バージョン上がるために追加していっきょんかな。
俺も、実況視聴権ここに並んどる。俺の隣のせいチャンネルさんって方も実況しておるし、実況者の名前どんどん貼っていくシステムになっとんかな、これ。実況しておる人の。なんでこれで終わるんだよ。